沖野海夫は、島根県沖郡沖野島町出身で、八角部屋所属の現役大相撲力士。身長190センチメートル、体重165キログラム、血液型は、大型。島根県立沖水産高等学校出身。本名は、福岡あゆみ。愛称は、あゆみ。最高位は、西関分け。島根県沖郡西郷町で生まれる。 出身の沖島には神社の改修などの掲示があれば、夕方から翌日の昼まで相撲を取り続ける古典相撲の風習があり、本人もそれに親しみ4歳から回しをつけていた。本格的に相撲を始めたのは西郷小学校4年生からで、兄や周囲の友達が始めた影響で中学3年まで近くの相撲クラブに通った。地域の相撲クラブに通って、 稽古で鍛えた結果、全国大会にも小学校4年生から小学校6年生まで出場するなど結果を残した。しかし相撲にそれほど興味もなく、正直行くのが嫌で嫌で仕方なかったそうだったが、稽古が終わった後に一緒に食べる食事などが楽しかったと後に当時を語っている。西郷中学校でも相撲を続け、3年生の時には、 全国中学校体育大会に出場した。進学した沖水産高校では3年連続でインターハイにも出場し、ベスト32の実績を持っている。しかし、後に同期生となる豪栄道と土地王山が、高校横綱をはじめとして、数々のタイトルを手にしたことに比べて実績に、劣っていたことから力士になりたいという憧れはなく、代わりに船を操打する。 公開試を目指し、実習船に乗り、ハワイへ公開に出た。同じく高校在学中に3級会議士の筆記試験に合格、同校卒業後は2年間の専攻コースに進学し、再び実習船に乗り、3ヶ月ほど公開をしたが、集団生活になじめなかったことで今後公開試としてやっていけるか心配になり、同年11月に高校の専攻コースを中退した。 将来に漠然とした不安を感じていたとき、高校相撲部の顧問から電話がかかってきた。八角親方とその知人が、高校相撲部の後輩の竹谷をスカウトしに島を訪れるので、食事会に一緒に来ないかという。旅行感覚だったという八角に、軽い気持ちで参加した沖の海であったが、親方の知人に熱心に勧誘され、ここで終わる人間じゃない。 やっぱり夢を見たいとその気になった。父も後押ししてくれたことで一週間で八角部屋への入門を決断し、新弟子検査の二日前に上京した。ちなみに、八角親方の現役時代は全く知らず、師匠に出会っていなければ、力士になっていなかったという。2005年1月場所に初土俵を踏んだ同期には、豪栄道、豊響、土地王山、道部屋の須桜がいる。 後年になる2019年10月26日の秋、巡業広島場所で、各界入りした理由について4人の小学生男女から、聞かれた際に、体が大きかったから、というもあめかして答えていた。2008年11月場所で、西幕下筆頭で重量昇進の目安である五勝を上げるも重量界に大きく負け越した力士が少なく、重量、昇進は見送られた。 幕下筆頭で5勝を挙げながら重量昇進を見送られたのは1966年9月場所の大館山以来42年ぶり。2009年1月場所では東幕下筆頭で登場し、7戦全勝で幕下優勝を果たし、場所後の番付編成会議において重量昇進が決定。同時に、四個めを本名の福岡から沖の海と改めた。 島根県出身の関取は、忍の山以来33年ぶり、戦後6人目。また、沖東出身の新十両は1958年9月場所の沖の島以来51年ぶり2人目。2009年3月2日に発表された3月場所番付で東十両7枚目と発表された。新十両が7枚目となるのは2001年1月場所。 のの朝以来の交番付である新十両で迎えた3月場所は、初日に、清世界の変化で敗れた時に右肩を負傷。これが大きく響き、4勝11敗という重量デビューとなった。翌、5月場所も5勝10敗に終わり、十両2場所で一度も、勝ち越すことなく、幕下へ陥落となった。幕下陥落にあたり、再び仕込めを、本名の、 福岡に戻した。その7月場所は4勝3敗と勝ち越し、1場所で重量復帰を決め、仕込めを再び、沖の海に戻した。重量復帰の9月場所は、12日目に10文字を、寄り切りで破り、重量発の勝ち越しを決め、最終的に優勝時点となる10勝5敗の、好成績を収めた。2010年3月場所の番付編成会議で、東前頭12枚目と発表され、 新入幕が決まった。島根県出身の関取では、1922年春場所で、新入幕を果たした弱飛たち、たちの海以来88年ぶり。また、沖野島出身力士としては、初めての幕内力士の誕生である。その3月場所の初日、新入幕となってから、初めて幕内の土俵に立ち、時点空との初顔合わせでは、片透かしで敗れた。 三日目、玉野島に、寄り切りで勝ち、入幕後初白星を飾った。中盤まで負けが先行していたが、終盤三連勝し、先週楽で8勝7敗と勝ち越しを決めた。2010年6月23日、大相撲野球賭博問題で日本相撲協会の調査に自己申告した、力士29人の中に、沖の海も含まれていると報じられた。 6月28日に開かれた日本相撲協会の臨時理事会で野球賭博に関与した沖野海らを謹慎処分にすることを決めた。2011年1月場所は5日目から9連勝と校長で13日目まで優勝争いに加わり11勝4敗の高成績で関東賞を初受賞した。5月に両心差場所は大関。 海王との初顔の一番で勝利している。9月場所は、西前頭筆頭で8勝7敗と勝ち越し、三役昇進の可能性もあったが、番付編成会議で、東前頭筆頭と発表され、昇進はならなかった。2012年5月場所は、千秋楽まで10勝4敗と好成績であり、横綱、白鵬ら5人と優勝を争っていた。 先週楽に敗れて10勝5敗に終わり、優勝を逃した。9月場所は、自身最速となる9日目で勝ち越しを決め、最終的に11勝4敗の好成績を挙げた。11月場所は、2日目に、新横綱の春馬富士から、自身初の金星を獲得し、同時に幕内百勝を達成した。しかし8日目の合栄道戦で負傷し、10日目から、 左第三四骨折により休場することとなった。休場は2010年7月場所以来に止めで、負傷による休場は初めて。2013年3月場所は、12日目まで2敗で、全勝の白鵬を追っていたが13日目に敗れ、優勝争いから脱落。しかし、先週楽の妙義流戦に勝ち、11勝4敗の、好成績で2回目の関東賞を受賞した。 2013年5月場所で新三役に昇進した。島根県からの新三役は1892年6月場所の谷の音以来約121年ぶりのことである。重症の痛風を治療する中で迎えたこの場所7日目に古都欧州から三役で初白星を挙げたが4勝11敗と大きく負け越した。9月場所は 7勝7敗で先週楽を迎えたが、対戦相手の網シキが球場で不戦勝となり、8勝7敗と勝ち越しを決めた。場所後の10月16日には、年寄り名跡、君ヶ浜を全君家浜を館から取得した。11月場所は、2013年5月場所以来3、場所ぶりに3役復帰した。その場所は7勝8敗と負け越した。 2014年7月場所は13日目に左足を痛め14日目から左膝屈筋腱損傷により休場することとなった。休場は2011年11月場所以来3度目、最終的に6勝8敗19の成績で終えた。9月場所は2日目から6連勝するなど星を伸ばし、10日目に1年ぶりの勝ち越しを決め、 12日目には2013年3月場所以来の2桁10勝目を挙げた。2015年3月場所には親戚分けに昇進。島根県からの親戚分けは1894年5月場所の谷の音以来121年ぶりのことである。この場所は初日から3連敗。4日目の朝の稽古で左足を痛め、同日から左皮膚筋内側頭損傷。 筋肉内結腫により休場することとなった。休場は2014年7月場所以来4度目。親戚分けの白星なしは15日制においては1971年1月場所の服の花以来に例目。7月場所は序盤から校長をキープし、2013年3月場所以来となる11勝を挙げた。9月場所は初日に白鵬に初めて勝利。 7日目に豪栄道、9日目に、木瀬の里の、両、大関を破ったが、最終的に6勝9敗と負け越した。11月場所では、場所前に、字の悪化で休場するかと囁かれていただけに、初日から8連敗の後5連勝したが、最終的に5勝10敗の成績で終えた。2016年3月場所は、7敗目を喫してから6、連勝で勝ち越しを決めた。 11日目には通算400勝を達成した。帰り三役で西小結びとして迎えた5月場所は7日目までに6敗を喫し、9日目に横綱、春馬富士を破るなど見せ場を作ったが、最終的には6勝9敗で三役間楽となった。7月場所は1横綱1大関を破るなど検討し、千秋楽に勝ち越しを決めた。9月場所は、 初日からに横綱に大関を破り4連勝。平幕力士が初日から大関以上に4連勝するのは昭和以降初めて。2日連続の金星獲得は2015年9月場所の吉風以来戦後18人目。4日目の照ノ富士戦で決めた逆取ったりは2010年11月場所11日目に海王が春馬富士に決めて以来6年ぶりの決まり手だった。 5日目も勝ち、6日目に、こと正区を破り、6連勝としたが、7日目から13日目まで1勝6敗と、乱調、14日目に、今場所2度目の逆取ったりで白星を上げ、勝ち越しを決めた。1場所に2度逆取ったりで勝利したのは幕内では、初となる。2横綱を破ったことが評価され、自身初となる、勲賞を獲得。 本人は、横綱を倒して勝ち越さないといけない。なかなかできないことだから、嬉しいとコメントを残し、翌、11月場所に関脇に復帰することに関して、しっかりやることをやらないと。心の稽古も大事ですと話した。しかし、9月場所中に、字の切開手術、場所後に根治手術師を受け、10月の秋巡業を全休。11月場所前になっても傷口が塞がらず、 球場も考慮する事態となった。2015年3月場所以来の関分け復帰となった11月場所は序盤から黒星が先行、中日に綱取りを狙う合栄道に勝利したが、最終的に5勝10敗の成績に終わった。2016年3月場所は8日目の時点で3敗と優勝争いに参加していたが、9日目に4敗目を喫して優勝争いから脱落。 それでも残りは11日目以外を勝って10勝5敗。2017年8月1日の夏巡業といた場所の時点では下半身の怪我の状態が回復に向かっているため夏巡業の稽古土俵に連日上がり続けており、この日は西木木、正代、竹風と申し合いを行って2勝2敗であった。九月場所は十日目までで四勝六敗であったが、十一日目から、 残りを4勝1敗として8勝7敗の勝ち越し。この場所の千秋楽の日に発覚に、お前、下で取りたいかと聞かれ、その言葉引退という現実が突然、目の前に迫ってきた。落ちたら次はないと思った。焦りが、やっと出たと、稽古をしないなどと言われてばかりの沖の海は本気になった。秋巡業では、お願いします。ジムに連れて行ってくださいと。 トレーニング理論をよく知る竹風に頭を下げ、巡業地に着くと真っ先に飲み屋に向いた足をジムへと変えて3日に一度は通った。そのジム通いは福岡入り後も続けていた。ベンチプレスは当初から7 0ラムもアップした。10月6日の秋巡業横浜場所では6番、申し合いを行い、4勝2敗。11月場所は改心して、 稽古に励んだ会あって10日目に勝ち越し。勝ち越しを決めたのは通算900回出場の取り組みであった。最終的に11勝を挙げて関東賞を受賞。自身が幕内で11勝を挙げたのは2015年7月場所以来。2018年1月場所は11日目に負け越しを確定させるなど不調であり、12日目から残りを2勝2敗とした。 ものの5勝10敗の大敗に終わった。この場所先集落はすでに負け越していた身であったが、これより3役に登場。場所後の2月3日は日程が重なったため例年中村寺で行っていた、節分会を欠席。大役として弟,弟弟子の北斗富士が参加した。3月場所は3日目から5連勝して中日まで5勝3敗と白星先行であったが、十四日目までは十日目の、 吉風戦以外すべて黒星で大きく失速、千秋楽の壁山戦を勝つも7勝8敗の負け越し。9月場所は一心一体の星取りに終始し、場所中みんなも病んでいるんじゃないですか。稽古場通りのことができなくてと暗いコメントを行っていたが、14日目に勝ち越しを確定させた。千秋楽は黒星でこの場所は8勝7敗。 11月場所は11日目に勝ち越しを決めるなど、校長で、場所十11勝を4敗で終えて自身1年ぶりの2桁白星。2018年は2017年に続いて、年6場所幕くうちに在位した力士の中で、最も番付が上下した力士となった。2019年初場所は、西前頭4枚目で迎えた。この場所は九日目に、大関、合栄道を下押し倒して、 尻餅をつかせるなど6勝3敗と、ここまでは好調だったが、そこから5連敗で14日目、関脇、高啓勝に、電車道で持っていかれて、負け越しが決定した。先週楽は、小結び、妙義龍との熱戦を制して、連敗を5で止め、7勝8敗で終えた。東前頭6枚目に番付を下げた春場所は、5日目までは1勝4敗と、不審だったが、6日目に、 大の苦手にしている宝富士を上手投げでねじ伏せると、そこから4連勝で5勝4敗と白帽子が先行。その後も、大崩れせず12日目に7勝目を挙げて、勝ち越しにリーチをかけたが、球筋相撲の13日目はここまで2勝10敗と、絶不調の正代にもろ差しを許して一気に寄り切られ、さらに14日目も、妙義龍の首投げに裏返しになってしまった。 7勝7敗で迎えた千秋楽はここまで10勝を挙げている吉風を一気に押し出し、なんとか勝ち越しを決めた。東前頭4枚目の夏場所は、初日から4連敗を喫するなど場所を通して波に乗れず、千秋楽に、琴将正に敗れて5勝10敗。西前頭8枚目に番付を落とした名古屋場所は、4日目までは1勝3敗と不調だったが、翌日から3連勝。 その後は3連敗もあったが、7勝7敗で迎えた、千秋楽、同じく7勝7敗だったアキラを両上手を取って、寄り切り、勝ち越しを決めた。2019年9月場所は、初の初日からの8連勝で中日勝ち越しを決めるなど、千秋楽まで優勝争いに加わり、11勝4敗の優勝時点で、自身11場所ぶり4度目となる、関東賞を受賞。なお 十四日目の遠藤戦では、投げの打ち合いになる前に、遠藤が土俵から足を出していたため、白星となったが、際どい勝負にもかかわらず、物言いがつかずに、行事軍配で勝負が決したため、場内には、遠藤の敗戦を理解できない雰囲気が漂った。西前頭比等と大きく番付を戻した、十一月場所は、二日目に、大関、豪栄堂から不戦勝を手にする幸運があったものの、 結局は6勝9敗と負け越し、三役復帰はお預けとなった。この場所4日目の横綱、白鵬戦は諸差しになって寄り詰めたが、土俵際で、白鵬の上手投げに裏返しになって惜しくも、金星獲得を逃した。2020年1月場所、3月場所ともに千秋楽に勝ち越し、十四場所ぶりの帰り三役、西小結びで迎えた七月場所は九勝六敗で終え、 三役として、初めての勝ち越しとなったが、この場所をもう一勝していれば、15日制が定着した1949年、夏場所以降で初となる関分け、小結び全員二桁勝利の珍事であった。2021年7月場所終了現在、ありがとうございます。